熊の人365話、梅一輪一輪ほどの温かさ。こんにちは、松山純です。今日は東京の方では所々で雪が降ったようです。寒いですね。その寒さに耐えながら咲かそうとしている梅の花、本当に花言葉で言うと不屈の精神というそうです。大好きですね、この言葉。私の熊の人も18年前に発表し、そしてやっと皆さんが歌っていただいて買っていただいたおかげでチャートインすることができました。本当に心から感謝いたしています。梅の花が咲き誇るように、今年こそ熊の人は皆さんのおかげでバーッと咲かせたいなと思っております。今日から始まります熊の人365話、どうかご覧くださいね。よろしくお願いいたします。会えるかな、会えるかな、熊の人。